なんだ。何なんだよ。僕。なんだ、ガラスか。何が起こってる？なんてざまだよ。俺はロウ、お前のお友達だよ。覚えてないのか？ロウ、覚えてない。おいおい、ひでえな。同じ2年3組だろうが。ごめん、本当に知らないんだ。お気楽なもんだよな。え？何も考えずに臭いものには蓋をして毎日楽しそうですねって言ってんだよ。何のことだ？なあ、お前だよ。自分が何をしたのか分かってんのか？さっきから何の話してるんだよ。ここってどこなんだ？さあ、どうやってここに来たのか覚えてる？さあ、どこで気がついたんだ？さあなあ、ふざけてる場合じゃないだろ。ここがどこでどうしてここにいるのか僕は全然わからないんだよ。スマホもないし、どうやって来たのかも覚えてないし。そりゃお気の毒に。でもそれって自業自得じゃねえの？何がだよ。ひょっとして何か知ってるのか？ここがどこでどうしてお前がここにいるのかも全部。それなら教えてくれよ。やだ、教える気はない。でもどうしても知りたいなら俺に吐かせてみろよ。お前はそうだよな、いつもへたれて何もできねえ。
し結果を変えたいのなら、お前が変わらねえとダメなんだよ。だから、何のことだよ。そうか、まだわかんねえか。何するつもりだ。なんだろうな。よせ、やめろ。ふざけはやめろ。こっちに来てくれ。ロー、やめろ、ロー。ビビった？バカだな。京介、お前とはまた会うことになるだろうな。おい、ロー！何だったんだよ、あいつ。静かだな。渋谷。誰か、誰かいませんか？
すみません。おーい。ユウ、キョウスケー、よ、キョウスケ、キョウスケ、キョウスケ、怖かった、怖かったよ。ああ、そうだな、とりあえず一旦離れてくれ。やだ、本当に怖かったんだから。誰もいないのかもって。そうだな、怖かったな。でももう大丈夫だから。ありがとう。ユウもそうなのか。僕も同じだよ。誰か見かけたか。10分くらいここにいるけど誰も見かけてない。キョウスケはどこにいたの？家で眠りについて気がついたらあそこのビルの中にいた。そうなんだ。私は気がついたらスペイン坂だったよ。スペイン坂か。懐かしい。小学生の時にみんなで行ったよな。特別何かあるってわけじゃないのに。ガチャガチャがあるよ。ガチャガチャ？あったっけ？忘れちゃったの？あ、思い出した。あったな、あの不思議スペース。どうした？具合悪い？あ、いや、全然平気。大丈夫。なんでもない。そう。それならいいけど。お前、たまに無理するからな。これからどうしようか。ユウ、スマホって持ってるか？持ってない。カバンもないし、生徒手帳もない。あるのはカメラくらいかな。マジか。僕は何も持ってないのに。同じようなもんだよ。このデジカメだってバッテリー終わっちゃったらそれまでだし。とりあえず家に帰ろうと思うんだけど、どうかな？私もそうしようと思ったんだけど、電車が動いてないみたいなの。
マジかよ。どうしようか。ねえ、あれ。ん？あそこ、誰かいない？え、どこだよ。ほら、あそこ、縁に誰か立ってない？ほんとだ、人だ。おい、危ないぞ。ダメだ、聞こえてない。何をやってるんだ一体。あれってカレンちゃんじゃない？え、二階堂？危ないぞ！カレンちゃん、何してたんだろう？さあ。これ、あげる。え、これ、私に？ありがとう。屋上で何してたんだよ。危ないだろ。え、何？あなた、桜井くん。そうだけど、え、どうかした？なあ、なんで僕、無視されてんの？何かしたんじゃないの？京介、デリカシーないところあるから。何かする余地もなかったと思うんだけど。カレンちゃんも渋谷に来てたんだ。来てたっていうか、気がついたらここにいたのよ。気がついたらって、どういうこと？最後の記憶は？よくわからない。
記憶が曖昧で、気がついたらあそこの屋上遊園地にいたわ。屋上遊園地、懐かしいね。東急ビルの屋上にあるんだよね。小学生の時にみんなでよく集まったよな。カレンちゃん、上から誰か人影見たりしなかった？そう、ずっと空見てたから。どうして空？空が好きだから。なんか人が全然いないみたいなんだけど、何か知らない？ええ、何も。二階堂、どうして？何？なんだ？だーれだ？あれ？ユリアちゃん！うん。答え言っちゃダメでしょ？ハロー、桜井くん、桃野くん、二階堂くん、奇遇だね。東国、お前も来てたのか。こんにちは、東国さん。やあやあ、こんな状況でも清楚だね、二階堂くん。東国、ただでさえおかしなことばっかりで頭が痛いんだ。いきなり驚かせるな。おお、こわ。そんないちいち怒らないでよ。こっちとら気がついたら渋谷だし、周りに誰もいないし、不安で潰れそうだったんだから。全くそう見えないんだが。乙女には優しくするべきでしょ。で、これって何が起きてるの？全然わからない。僕ら三人も気がついたらここにいてって感じだから。そっか、僕も家で寝て気づいたらファンシーショップの前だったから、全然何が起きてるかわかんない。誰もいないからとりあえず駅目指してきたんだけどね。東国でもわからない？東国にわからないことなんてあるのか？天才のユリアちゃんにわからないなんて。東国さんがわからないならみんながわからなくても当然よね。なんか荷が重いんだけど。何にもわかんないかって言ったら、それはまた違うけど。おい、何かこの状況でわかってることがあるのか？ちょっと、そんなに身を乗り出されても確証がないからまだ言えないよ。なんだよ、もったいぶらずに教えてくれよ。ダメだよ、不安を煽るだけになっちゃったら悪いし。
それでもいいから考え聞かせてよ。それにユリアちゃんの考えならどうせ合ってるだろうし。いや、じゃあいいよ、特別に教えよう。人類が滅んだんだよ。え？僕たち以外の人類が全て滅んだ。そして僕たちだけが残った。やったんだよ。お父さんもお母さんも兄弟も友達もみんな死んじゃった。そんな人類が滅んだ。人類が滅んでるわけない。いくら東国さんでもそこまでは断言できないはずよ。二階堂くんは騙されなかったみたいだね。残念。嘘ってこと？そうだよ。騙すなんてひどいよ。騙される方が浅はかなんだよ。そういう心臓に悪い冗談はやめてくれ。ごめんごめん。でも確証のないことを言っても意味がないことが分かったでしょ。あ、いや、うん、せかしてごめんな。そんなの後付けでしょ。からかうために言ったんだよ。そんな証拠のないことで言及されてもね。何してんだよ。二階堂。何？そんなに距離取らなくてもいいだろ。僕が何かしたか？別に何も。ただ適切な距離を取っただけよ。あれって人？え？どこどこ？ああ、センター街の方にいるね。
神谷？鉄くんと愛ちゃんもいるね。ゆうってめっちゃ目いいよな。毎日鍛えてますから。なんで鍛えてるんだよ、写真部だから。そんなとこ。いや、驚いた。みんないたんだね。こっちもびっくりだよ。そっちは桜井京介くん、桃野優さん、二階堂可憐さん、東国ゆりやさんだけかな。神谷くんがすでにみんなと言っているでしょう。すいません。他にも誰かいるのかもしれないと思って。すみません。すみませんでした。諸角厳しいね。そんなに言葉遣いなんか気にしなくていいのに。確かに神谷くんが言うなら言葉遣いなんて些細なことですよね。影山くん、ごめんなさい。いや、別に。変わんないな、諸角。それで、この状況は？こっちもさっぱりだよ。寝て起きたら渋谷にいて、人がいなくて、とりあえず駅目指したら合流したって感じ。そっか、こっちも同じ感じだよ。目覚めたら渋谷にいて、途中で諸角と影山と合流した。他に誰か見かけなかったか？いや、誰もいなくてびっくりしたよ。一体何が起こってるんだ？壁は見た。壁？鏡の壁見てない？多分渋谷をぐるっと囲んでると思うんだけど。円形の壁ってこと？正しくは円筒形かな。上にも伸びてたから。なるほど、そっか、鏡の壁か。壁って、なんだよそれ。そう、ただとてつもなく高い鏡の壁になってて、とても越えられそうにない感じだったね。だから駅を目指してきたんだ、電車が動いてると思って。でも様子を見る限り、やっぱり動いてないようだけどね。それにしても、こうやってみんなで集まるの、なんだか懐かしいね。はあ、そうだな。
みんな忙しくなっちゃったのかな。あんまり集まれなくなっちゃったよね。当然でしょう。誰も彼もが小学生のままだったらどうしようもないですよ。それはそうだけど、でもやっぱりちょっと寂しいよ。何言ってるんですか。成長は良いことです。まあまあ、たまには足を止めて後ろを振り返るのもいいじゃないか。そうですね、神谷くんがそう言うならたまには寂しがるのもいいですね。何ですか。いや、何でもないよ。そういえば昔のメンツになるには一人足りないね。うるさい彼が。ああ、そういえば。彼も渋谷に来てそうなもんだけど。まあ7人揃ったらあいつもいないと確かにしっくりは来ないけど。やっぱり町工事も来てたんだね。なあ、これどうなってんだ。気づいたら渋谷にいて。おい、落ち着けよ。みんなそうなんだよ。だから何が起きてるんだよ。それはまだわからないんだよ。なあ、二階堂。今からすごくわけわからないことを言うんだけど。何？なんでこんな風に思ったとか、そういうのは全然わからないんだけどさ。うん。なんだか、この景色をずっと求めていた気がするんだ。そう。あなたがそう思うのなら、そうなのかもしれないわね。うん、きっとそうだ。あのさ、
みんな、ちょっといいかな。ん？どうしたんだよ、ユリア。みんなに話しておかなきゃいけないことがあって。話しておかなきゃいけないことって。ちょっとだけ大事な話なんだよね。なんだよ。そう前置きされるとなんか怖いだろ。この世界に対する僕の考察。バラシハ事件って知ってる？ああ、知ってるよ。バラシハ事件、有名なやつだね。なんだそれ、バラシハ？ネットでよく話題に挙げられるんだ。1988年、ロシアのモスクワ州バラシハで13歳の少年とその母親が行方不明になった。警察が捜索するも、痕跡が不自然なほどに見つからず、未解決事件になっていた。しかし、それから1年が経ち、近くの森の中で少年の方が見つかった。いや、正確に言えばそれは違う。彼はもう、少年と呼べる姿ではなかった。白髪頭で髭を長く伸ばし、まるで浮浪者のような格好だったらしい。それでも、どうしてその初老の男性がその少年だったと分かったかといえば、彼が自らそう名乗ったというのと、DNA 鑑定で確かに同一人物と判定が出たからだ。彼は自分の年齢が分からなくなっていたが、検査から60歳前後であることが判明した。母と二人、誰もいないバラシハで生きていた。彼が言うには、ある日突然、周囲から誰もいなくなり、母と二人、世界に取り残されてしまったらしい。周囲はある程度行くと、鏡の壁のようなもので隔てられており、それを破ることはできそうにもなかった。仕方なく、母と二人で誰もいないバラシハで生活し、50年ほどが経過という話だ。鏡の壁って？ああ、そうだよ。この世界はもしかしてバラシハ事件と同じなんじゃないかって思ってる。いや、ちょっと待ってくれ。それってオカルトだろ？現実にありえないからオカルトなんだろ？桜井君、それは違うよ。現実にありえないからオカルトなわけじゃない。科学的説明がつかないからオカルトなんだよ。同じことだろ。違うよ、全然違う。科学はこの世界を一部記述できるだけに過ぎない。全部できるわけじゃないんだ。それは科学の傲慢だね。とはいえ、科学で可能性を示唆するくらいはできる。バミューダ・トライアングル、アガサ・クリスティの空白の11日間、キンロス事件、メアリー・セレスト号、日本の一家消失事件、すべ、一応科学的にどうにでも説明はつけられる。だからバラシハ事件もありえるって？そうだよ。だって現に僕らはこんな現実とは思えない空間に閉じ込められてるわけだし、自分の目で見たものしか信じないタイプの人だってこればかりは信じざるを得ないでしょ。まあ安心してよ。バラシハ事件については僕ちょっとだけ詳しいんだ。妹が研究してたからね。おお、心強い。さすが噂に名高い天才姉妹。
ユリアちゃん家の家族はみんな天才だもんね。この閉鎖された世界のことを妹はクロノス世界って言ってた。クロノス世界。クロノスってゲームとかでよく聞くな。何かの神様の名前だっけ？うん、時が止まったような世界に閉じ込められるから時間の神の名前をつけたんだ。それで東国、俺たちは無事にここから出られるんだろうか？なあ、そもそもバラシハ事件って、その少年はどうやって元の世界に戻ってきたんだ？そうだよね。その人は戻ってるんだから、私たちも戻れるよね。ああ、できるよ。それじゃ早く帰ろう。どうやったら帰れるの？バラシハ事件は少年の母の死により世界から出ることができた。え？妹が言うには、クロノス世界は目的があって初めて発生する。その目的を満たしたら自然と閉じるんだ。つまり僕たちはこのクロノス世界ができた原因を排除する必要がある。それってなんだよ。みんなあれを見て。